こんにちは。今日は日本百名山の一つ、瑞牆山登山の様子をご覧に入れます。基本的には映像の中で喋っていますが、一部音声の入れられていないところはナレーションにて対応しています。それではご覧ください。おはようございます。今私は山梨県北杜市の、瑞牆岳の山、瑞牆、瑞牆山荘かな、瑞牆山荘の前の登山道入り口に来てます。来てますというか、今もう下山してきたところなんですけど、ちょっと朝の撮影ができなかったんで、このタイミングで一番最初にこれを出します。瑞牆岳、日本百名山で約2200メートルぐらいかな、を今日、午前6時から登っていきます。登山口から入り、最初はこのように平らな、非常に気持ちの良いハイキングコースのような道を歩きます。ただし、この道は長く続かず、5分後には険しい急登の連続となるのでした。登り始めると早速急な坂が出てきます。登山開始5分ぐらいでこのような急な坂が出てくるのは今まで私の経験上なかったので、非常に、ウォーミングアップもできないままで全開走行といったような非常に大変な思いをしていました。瑞牆山荘から富士見平小屋へはこのように階段状になっているところも多く、階段状になっていると自分で歩幅を作れないということもあり、非常に大変でした。20分ほど登ったところでようやく一段落つけます。ここで瑞牆山の全貌が見えてきました。この動画のこれ以降は私の音声が入っているのですが、なぜここまで音声が入っていないかというと、こちらの先行していた登山者の方々がいたため、私が一人でペラペラ喋りながら動画を撮っているのは変な人に思われるかなと思い、声を出していないのでした。30分ぐらい、駐車場から登ってきました。お、小屋ですね。富士見平小屋か。違う。大日小屋？これなんだろう。
あ、富士見平小屋って書いてある。でこっちに行くと水垣山で、こっちに行くと金峰山になります。ここに泊まって1日目水垣、2日目金峰山とかでもやってみたいですね。でも今日は水垣山だけ登ります。こっちですね。水ならの林とこの苔がすごく綺麗ですね。そして川のせせらぎが聞こえてきて、で奥に GoPro だと見えないかもしれないけど水垣山も見えてます。気持ちいい、気持ちいい道だ。この木は新しいっぽいな。登山道が木で塞がれちゃってます。よいしょ。これ最近倒れたんだろうな。最近ゲリラ豪雨とか多かったから。よいしょ。こんな感じですね。水垣山見えるかな。ちょっと現在の時刻は6時52分、標高は1848m です。あ、水垣山 GoPro でもギリ見えるか。もう怖い。川に出てきました。よいしょ。川を渡るんだな。おお、綺麗な川。こっちだ。あと1時間半って書いてある。よいしょ。よいしょ。冷たいかな。おお、冷た。ああ、冷た。綺麗な川だ。これだ。釣りかな。川を越えたら見えてきました。これだ。桃太郎岩。でっか。ちょっと想像してた以上にでかい。10メートルぐらいの丸っこい岩がパカッと割れたところが、桃太郎が桃を割って出てきたことを連想させるっていうんで、桃太郎岩と名付けられたらしいです。すげえなこれ。こんなでっかい岩見たことないな。ふう、でかで、まあ、隣の階段を見てもらえばでかさわかると思う。現在の時刻は7時3分、標高は1824メートルです。だいたいここまでで1時間ですね。桃太郎岩、これなぁ、すっげー階段がある。今はまだ晴れてるけど、天気予報だと1時ぐらいから雷と雨の予報になってます。多分行って帰って昼前には駐車場に戻ってこれると思うんで。鎖ですね。この岩を登ってくんだな。よいしょ。鎖に頼りすぎないように、ただ滑落しないようにしないと。よっ、あ、頼っちゃった。まあいっか。いや、
はしごですね。怖いな。やっぱ相当急なんだろうな。でこういう登山道とか柱を整備していく、橋か、ありがたいね。だいぶ真ん中が水平ってるけど、でも橋はきつい、階段きついな。また鎖です。補助的な感じかな。確かに取っていかないとちょっと怖いかもしれない。こんな感じ滑り落ちてくるね。よいしょ。でっかい岩、これが多分大安岩かな。これを登る人たちもいるって。ちょっと待って、よいしょ。これが大安岩ですね、多分。これを登る人がいるって言うんだから、ちょっとおかしいな。これは無理だろ。この大安リーは下から見るとすごいけど、これは当然一般の登山者は登らないんで、こっちに巻いていく道があります。これは無理だね。現在の時刻は7時47分、標高は2124メートルです。1124、もうあと100メートルぐらいで、また鎖場が見えてきましたよと。どうやって行けばいいんだよっ。うわすごい、あーでっけー大安岩を横に見ながら、まあ、こっちはこっちで鎖を登ります。登るはいいけど降りるは大変そうだな。よいしょ、そのまま登ってこれねえじゃん。よいしょ。まだまだ岩場が続きます。よいしょ。岩だらけ。よいしょ。今2170メートルぐらい大安岩が、見える。よく見えます。
水垣の山頂まであと10分の看板が見えてきました。こっちか。よいしょ、よっしゃ、あと10分。足取りも軽くなるね。はい、よいしょ。鎖が2本。こっちから行って。最後はもう鎖のオンパレードよっ。さあもう少しだ。頑張れ頑張れ。まあ次ははしごだ。すごいな。わ、すごいな。大丈夫。ここに足をかけろと。お、見えてきたか？あれっぽいぞ。よいしょ。尺投げが散っちゃってる。あれだ。拳で見られてよかった。よいしょ。よいしょ。よし。8時6分。登り始めてから2時間ちょうどぐらい、ちょうどだ。日本百名山の8時6分は何も予定がありません。作成したい場合はおっしゃってください。水垣山山頂に着きました。やった。うわ、おっかねえ。足がすくむな、これ。怖い。あれが金峰だろうな。富士山、あ、富士山見える見える。富士山見える。すごい。最高。最高の景色です。はい。
日本百名山の一つ水垣山登頂成功しました。これかな、よいしょ、はい、山頂ですと。いやーすごいね、すごい景色。雲だらけですけど、さっき見た大安リーはあれでしょ、うちの山は何だ、富士山もちょっと見えてる、ちょっとあっちが金峰ですね、金峰あれ、富士山はあれ。ああ、お疲れ様でした。はい、今回は水垣山登山ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。ありがとうございました。さよなら。さあ、しっかり休憩したんで下山しようと思います。30分弱休憩しました。その間にガスが出てきて、もうあっち金峰山だったんですけど何にも見えない、富士山も見えないし向こうの山も見えない、ギリギリのタイミングでしたね。あ、もう大安リーワまで見えなくなってる。と、やっぱ午後から雨降るんだな。ちょっとじゃあ急いでと。急ぎつつも安全に下山していきます。